こんにちは、アンゴです。今回の話題はこれです。ドーン。リップル社の売り上げが100億円以上急増した。勝訴に向けた盛り上がりを確認せよ。ニュースドーン。リップル社第1クォーターレポート。XRP 販売総額は100億円以上増加。2022年第4クォーターの約308億円から約482億円に増加した。XRP レジャー上のオンチェーン活動は引き続き好調で、DeFi での取引高は2022年第4クォーターと比較して 34% 増加。中央集権取引所での1日あたりの平均取引量も 46% 増加した。2022年10月以来、100万以上の NFT が XRP レジャー上で鋳造されたとしている。チャートダウン。これは XRP の冷やしチャートです。黄色い部分は第1クォーターの1月から3月です。2023年の元旦発値は 0.338 ドル。1月に暗号資産全体が大きく上昇する中、 XRP は他と比べてあまり上がりませんでしたが、3月後半から大きく上昇し始めて、3月29日に年初来高値の 0.585 ドルをつけました。元旦前からプラス 73.1%。 0.58 ドルをつけるのは10ヶ月ぶりです。このように2023年の XRP は第1クォーターの後半に大きく上昇しました。現在価格は 0.474 ドル。元旦末からプラス 40.2% の状況です。ひょっと。これはリップル社の XRP の売上一覧です。マリッチはリップル社が XRP を機関投資家に売却していた金額。マリにはリップル社が XRP を取引所で売却していた金額です。マリにはリップル社の売り圧による価格へのマイナスの影響を懸念する投資家の意見をもとに2019年に廃止されました。マル3は送金サービスで XRP を貸すか売ることで得た金額です。リップルの国際送金の流れは、送金直前に自国の取引所で法定通貨を XRP に両替して他国の取引所に送金し、着金したら XRP を法定通貨に両替して銀行に送金する作業を瞬時に行いますが、これだと送金業者はあらかじめ取引所に法定通貨をストックしておく必要があるので、もし大量の送金依頼が来ると資金不足でさばききれなくなる可能性があります。そこでリップルの送金サービスには LINE OF CREDIT という企業が XRP を借りられる機能があり、企業は借りた XRP をそのまま送金に使えます。こうすることで企業は取引所に法定通貨をストックしておく必要がなくなり、大量の送金依頼が来ても問題なくさばききれます。借りた XRP の返金は期限までに法定通貨で返します。このリップル社が貸した XRP の金額が丸3に計上され、2020年から着実に増えていて、2023年第1クォーターは29億3087万ドルになりました。一方、丸4はリップル社が XRP を買い戻した金額です。丸3で貸した XRP をそのままにしておくと、国際送金が増えるほど XRP の流通枚数も増えてしまうので、リップル社は XRP を市場から買い戻して流通枚数が急激に増えすぎないように調整しています。つまり丸3-丸4が売り上げになり、2023年の第1クォーターは3億6106万ドルになりました。482億円。前回の2022年の第4クォーターからプラス174億円の増加です。このようにリップル社の売上は大きく増加しましたが、提携先企業に XRP をどんどん借りてもらって丸3を増やしたり、買い戻す XRP の枚数を減らしたりで売上はいくらでも調整できるため、売上が急増したからといって単純に喜べるかというとそうとも限りません。むしろ売上が急増すると XRP の流通枚数も急増している可能性があるので調査が必要です。チャートダウン。赤色の線は XRP の予想インフレ率です。この予想インフレ率は1週間分の流通枚数の増加ペースをもとに
その増加ペースがついたら1年後に何パーセント流出枚数が増えているのかを見積もった数値です。 XRP の総発行枚数1000億枚のうち約半分はリップル社が保有して流通枚数を調整しているので、インフレ率は安定しないことが多いです。現在の流通枚数は517億枚。黄色の期間は2023年の第1クォーターです。第1クォーター期間中の予想インフレ率の最大値は2023年3月19日につけた 27.8%。 27.8% 以上を記録するのは2019年6月以来の3年9ヶ月ぶりです。チェンジ。これは1ヶ月分の流通枚数の増加ペースをもとにした予想インフレ率です。2023年3月19日に 15.8% をつけました。 15.8% は2014年5月以来の5年10ヶ月ぶりです。チェンジ。これは XRP の月間増加枚数です。今年2023年3月は5億2199万枚が増えました。チェンジ。これは XRP の年間増加枚数です。今年2023年は4月9日までに11億8704万枚が増えました。仮にこのペースがつくと2023年は過去最高の44億枚になります。このように最近 XRP の流通枚数の増加ペースが加速してきましたが、過去の傾向をもとにするとおそらく今後リップル社の調整によって増加ペースは低下し、年末には20億枚台に減少している可能性が高いです。次に XRP の取引量の増加を確認します。チャートだ。黒色の線は XRP の価格、緑色の線は1日ごとの XRP の取引金額、赤色の線は取引金額の90日移動平均線です。取引金額の平均は2021年4月に過去最大の369億ドルをつけたと減少傾向がつき、2023年2月に8億ドルまで減少しました。8億ドルは2019年5月以来の3年1ヶ月ぶりです。このように取引金額の観点では XRP の第1クォーターに増加傾向は見られませんでした。次に XRP レジャーのオンチェーンの活動について。 XRP レジャーはリップルの国際送金に利用されるイメージが強いですが、 XRP レジャー上にユーザーがトークンを発行したり分散型取引所を実現する機能が初期の頃から備わっています。2022年には NFT を発行する機能が実装されました。チャートだ。これは XRP レジャー上で発行されているトークンの数の推移です。2017年1月は151個、2021年9月は258個、そっから急増して2022年2月に3246個になりました。2023年の第1クォーターの期間中は3465個から3470個なので5個の増加にとどまっています。ちなみに XP マーケットには3240個と表示されていて個数が異なります。次と、これは XRP レジャー上の分散型取引所の取引量です。上半分は XRP 建ての取引量、下半分はドル建ての取引量です。一番活発な期間は2017年です。右端の2023年の第1クォーターの取引量を見ると、前回のクォーターから増加している様子はありませんでした。現在の XRP レジャー上の分散型取引所はオーダーブック形式のものしかなく、ユニスワップのような自動マーケットメーカーの導入が検討されているので、導入された場合の取引量がどのくらい増えるのか気になるところです。次と、 NFT の発行枚数は2022年10月から現在までに135万枚が新規発行、24万枚が焼却されて、現在の NFT のトータル枚数は110万枚と表示されています。ちなみに人気の NFT コレクションを見てみると、イーサリアムで人気のクリプトパンクスをモチーフにした X パンクス、ユニックスパンクスが人気があります。同じくイーサリアムで人気の
ボワードエイプヨットクラブをモチーフにしたボワードエイプス XRP クラブも人気があります。以上のように勝訴に向けた大きな盛り上がりを感じさせるようなインジケーターの値は見つかりませんでしたが、 XRP レジャー上で発行されているトークや NFT の発行枚数は2022年から大きく積み上がっています。 SEC 訴訟についてリップル社のレポートには、3月に裁判所が略式判決で考慮する意見を決定し、2023年内には略式判決が下されることを期待しているとまとめていて、もしリップル社が勝訴した場合の XRP の超絶爆上げは間違いないので、今後のファンダの変化も要チェックします。以上、リップル社の売上が100億円以上急増した、勝訴に向けた盛り上がりを確認せよでした。この動画が参考になったらグッドチャンス、暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。爆上げしそうなアルトコインを探すならサブチャンネルをご覧ください。 Twitter では暗号資産の速報をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。